毎度たしみなニートです。前回に引き続き今回もバイクのレビューをやっていきたいと思います。今回は先日納車された新しい相棒の GSX Essen GT と、これまでいろいろな思い出を共にしてきた元相棒川崎の忍者1000を比較する動画になります。私は2019年モデルの忍者1000を新車で購入し、西へ東へ結構な距離を走ってきました。最長で1日で1000キロ近く自走したり、大掛かりな荷物を積んでバイクキャンプをやったりと、結構がっつり使い込んできたと思います。ちなみに前回も今回も新車ですが、お金持ちではありません。バイク乗りあるあるの鬼のローンを組んでバイク業界を身をもって支えています。そして今回購入した GSX Essen GT ですが、情報が出始めた昨年の秋頃からなんか鈴木から忍者1000のようなバイクが出るらしいという噂を各所で見かけるようになり、発売された今でもこのように様々なサイトで忍者 1000SX との比較が取り上げられており、ライバル車として認識されているというのが現状のようです。そこで今回は基本的なスペック、走行性能やツーリング性能、そして両者のオーダー軽減からの1ユーザーとしての感想という3つのパートに分けて、この GSX Essen GT と忍者1000を徹底的に比較していきたいと思います。ちなみに一つだけ注意点がございます。私が所有していたのはマフラー2本出しの忍者1000であり、現在新車で販売されている忍者 1000SX ではございません。この両車はエンジンの性能や重量などのスペックはカタログを見る限りほぼ同じなのですが、一応 SX ではなく忍者1000との比較動画になりますので、その点のみご了承ください。一応ですね、各パートで SX との比較もちょいちょい織り交ぜておりますので、その点は参考にしていただければ幸いです。それでは早速比較を行っていきたいと思います。行ってみよう。まずは両車のスペックから比較していきましょう。基本的なスペックは上記の通りです。なお忍者1000は括弧内に現在新車で買える SX の数値を記載しておきました。このように数値で見るとサイズ感に関してはほぼほぼ同じだということがお分かりいただけると思います。それから両者とも全く同じ数値の項目もあるので、そこは文字を赤くさせていただきます。で、数値はさておき、実際に実物を目の前にすると忍者1000の方が太く大きくリッターバイクだぞというような存在感が強く、 GT の方が細身でスマートで俺は速いんだぞという雰囲気が強いです。数値上は GT の方が前高が上になっていますが、この高さはスクリーンを基準に測っているようで、忍者1000は可動式スクリーンを最大まで起こすと GT よりも前高が高くなります。そして忍者1000は乗車時に胸の下あたりまでタンクが盛り上がっているのに対して、 GT はおへそのあたりまでしかタンクがないので、そのあたりも存在感に関係しているように感じます。なお取り回しに関しては両者ほぼ同じです。リッターバイクだけあって押し引きは結構重いですが、重心がしっかりと中心にまとまっているのでバランスは取りやすいです。それから数値に現れないスペックとして、 GT の方がハンドル位置が忍者1000よりも高いです。これは忍者1000がセパレートハンドルなのに対して GT はバーハンドルだからだと思われます。実際に乗ってみると忍者1000はスポーツ車に近いけどちょっと余裕のある乗車姿勢になり、 GT はツアラーとして十分余裕のある乗車姿勢になります。最初はセパハンかっけー、 GT バーハンもったいねーと思っていたのですが、忍者1000はスマホなどをマウントするときに別売りのハンドルバー拡張キットを買わなければならなかったのに対して、 GT はこのバーにそのままマウントができるので、今となってはバーハンでよかったなと感じています。燃料タンクの容量はどちらも19リットルですが、 WMTC 基準での燃費は忍者1000の方が約1キロほど上、そこから計算した航続距離も忍者1000の方が約17キロほど長いです。これは本当にその通りで、奈良市でいつもと同じような道を走ったら GT の方が少し早くランプがつきました。そしてエンジンスペックは GT の方が馬力が上で、忍者1000の方がトルクが上です。実際の走行感は次のパートで詳細にご説明しますが、エンジンのフィーリングは違うところもあります。ということで次は実際の走行感覚やツーリング性能について比較していきましょう。 GSX Essen GT と忍者1000の走行感覚の違いについて大まかに言うと、街乗りの加速は忍者、高速域では GT に軍配が上がります。先ほどのエンジンスペックから見ても分かる通り、 GT は 9250rpm で最大トルクを発揮するのに対し、忍者1000は 8000rpm で最大トルクを発揮します。忍者1000の方がより低速時からパワーが出る設計になっており、信号が切り替わった時などのゼロスタートは忍者1000の方がモリッと加速する感じが強いです。対して高速域では GT の圧勝だと思います。
検証のためにクローズドなコースで慣らし運転の制限をちょっと超えつつ回してみたんですけれども、時速150キロからの加速は忍者線よりも段違いに速くてほぼ別物でした。前回の動画でも軽く触れましたが、私は過去にメガスポーツにも乗っていた経験があり、この GT のフィーリングだと多分6速でパワーピークの1万1000回転まで回したら280キロぐらいは出ちゃうんじゃないかなという感じでした。やはりですね、 GSX-R1000 譲りの高回転エンジンを積んでいるので、ストリートファイターの Z1000 と共有されている忍者戦のエンジンとは根本から別物なのだなといった印象です。とはいえ低速域も高速域も街乗りで普通に乗る分にはほぼ差はないと思って問題ないと思います。 GT のトルクは確かに忍者戦には劣るものの、 1000cc のバイクとしては申し分ない加速ができますし、忍者戦だって120キロぐらいまでは GT と互角かそれ以上の加速をすることができ、でそもそも150キロ以上の高速域は公道では使わないので結果的には大差ないと思います。続いてコーナリングの性能に関して、GT はまだタイヤが新品なのでがっつり倒してはいないんですけれども、おそらく忍者戦よりも軽快に曲がると思います。単純に重量が10キロ軽いというのはもちろんですが、忍者戦よりも重心が下の方にあるのがなんかひらひら感が1枚上手です。忍者戦も200キロ超えの大型バイクとは思えないほどひらひらと曲がってくれたのですが、この GT がどこまで軽快に倒せるのか早く試してみたいですね。そのあたりは峠道などに行った際にまた新たなツーリング動画としてレビューをしていきたいと考えております。そしてお次はツーリング性能ですね。ロングツーリングでの快適性は正直忍者戦の方に軍配が上がると思います。前回の動画でも触れましたが、忍者戦は純正で角度が変えられるウィンドスクリーンがついているので、最大まで起こすと高速域での防風性能がかなり高いです。対して GT はウィンドスクリーンが固定式な上に長さも短いので風よけ効果はちょっとイマイチです。今の時期だと特に寒い。で前回の動画のコメントで V ストローム650から GSX S1000 GT に乗り換えられたオーナー様からもご意見をいただいたのですが、ヘルメット内への風の侵入が V ストよりもきつくなったとのことでした。これに関してはまだ発売されたばかりで仕方ない点でもあり、パーツメーカーからロングスクリーンが出たら買ってみるか、純正オプションのロングスクリーンの導入を今検討しているので、カスタムすることで GT の方も補うことができそうです。そして取り回し性能はほぼ互角、街乗りでの快適さもほぼ互角なのですが、 GT にはこいつ、鈴木マイスピンがついています。前回の動画はスマホが接続ができなかったんですけれども、他のオーナー様からもコメントをいただいて、で Wi-Fi の設定を見直したりアプリの削除再インストールなどをいろいろ行ってみた結果、無事に接続することができました。私が乗っていた忍者戦は単純に針のメーターだったので、メーターの液晶に地図を表示したり再生中の音楽を確認したりできるこの機能は一度使ってしまうともう戻れません。車かこいつは。現行の忍者戦 SX は液晶メーターなんですけれども、あちらはナビや音楽を表示するという機能はなくて、なんかブレーキの強さとか寝かせた角度とか走りに関するデータを表示できるようになっているんですよね。この機能に関しては最近の YZF-R1 とか ZX-10R のようなガチのスポーツマシンに少しずつつき始めている最新装備なんですけれども、忍者戦の用途から考えるとそういうデータを気にしながら乗ることってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。というかそもそも SX のメーター自体が 10R と共有っぽいので、もしかしたら何か大人の需要があるのかもしれません。以上、走行性能とツーリング性能の比較でした。正直両者とも一長一短で、ライダーの乗り方や用途によって合う合わないが分かれそうだなと思っています。よかったらご覧になっている皆様もコメント欄にいろいろご意見ください。そして最後に両者のオーナー経験からのユーザー目線での感想です。この2台はどちらも優劣つけがたい素晴らしいバイクなんですけれども、もしですよ、どちらか1台を選ばなくてはならないという状況になった場合、ズバリですね、自分が好きだなと思った方を選ぶべき。これまで散々違いを比較してきたんですけれども、それはあくまでこの2車を比べた場合の違いであり、全く別の車種と比べた場合、この2車の性能の差はそこまでないです。忍者戦は大きくて堂々とした風格があって、 GT は今までにないような機械的なデザインがかっこいいので、実際に両者を見比べたり試乗したりして直感的に気に入った方を買えば一番幸せになれると思います。それでももしどっちにしようか決めかねるという状態になった場合、この動画の内容が少しでも参考になれば幸いです。最後にですね、
現在 GT はパニアケースが海外からと輸入待ちで、フル積載やキャンプツーリングができるのはもう少し先になるので、そのあたりは実際に体験したら追ってツーリング動画などでレビューしていきたいなと考えています。長くなりましたが今回は以上です。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。